うんうん、多様化する結婚式のニーズに応えていきたいなというふうに考えています、うん、今結婚する人の10人に1人は何かしらの婚活サービスを使ってる。この最後の回ではですね、はい、パートナーエージェントグループ の成長戦略をキーワードに聞かせていただきたいんですけども、はい、まだ既存の事業領域で成長の要素はたくさんあると思っていて、もう既存のパートナーエージェント事業、ね、そうですね、パートナーエージェント事業も昨年今 10% で入荷できてますし、いわゆるアッパーサービスの中で我々が唯一のブランドですので、うんうん、そこはまだ、まあ、じりじりですけど成長の余地があります、うん、第2話でも申し上げた婚活のパーティーとかマッチングアプリっていうのは、うんうん、相談所のマーケットと比べるとユーザーの数は非常に大きいですので、まだまだここはサービスとかプロダクトの投入をして、うんうん、でパートナーエージェントが持っているサービスのエッセンスをいくつか削ぎ落としてコストを下げていけば、なるほどなるほど、良質でライトなサービスというのが提供できるので、うんまあ、そういう意味で言うと後発ですけど、うんうん、アドバンテージがあるというふうに考えております、うん、パートナーエージェント事業でまさにその下に降りていくのもあるんですけど、はい、少し、第一話目でお話があると思うんですけど、はい、スーパートップ層というか、うんはい、年収切りがちょっとやらしいところもあると思うんですけど3000万円以上の方に特化した男性ですよね、はいはい、まだそんな大量の入会は当然ありませんけども、うんうんうん、ご利用いただけるお客様は少しずつ増えております。 ああいうサービスが世の中にないんです、ね、はい、僕は女性だったら、はい、とりあえず会ってみたいですね。そうです、その男性たちと、まあ、男性だから無理ですね残念ながらそうですよね、はい重複する部分もあると思うんですけど、メイショングループ そのカジュアルウェディングのところもまだまだ伸びると、はい、婚姻組数は、減ってますけども、結婚式をしない方が増えてきている、もしくは、うんうん、いわゆる従来型の披露宴型のサービスではなく、うん、結婚式の多様化というのが非常に進んでいて、カジュアルウェディングというふうに申し上げているのは通常の結婚式を安くできるという スマコンのメインの事業を、うんうん、もうそうですけども、うんうんうん、例えばその写真だけ撮るとか、フォトウェディング、はい、流行ってますよね。そうですね、家族だけで、挙式を挙げるとか、うん、友人を呼んで会費型のパーティーをやるとか、うん、その合わせ技で、うん、家族だけで写真を撮った後に友人で、二次会のパーティーをやるとか、なるほどなるほど、まあ、そういういわゆるカジュアル領域というのが今非常にマーケットでいうと、年次で 2% ぐらい伸びてますので、もうずっと伸びてるような感じですね。伸びてます、はい、それぞれのフォトだけとか挙式だけっていう各プロダクトを、提供してるプレイヤーさんはいっぱいいますけども、トータルで揃えてるっていうのはメンションだけですので、うん、カジュアルウェディングの中の総合ブランドとして、うん、お客様の、多様化する結婚式のニーズに応えていきたいなというふうに考えています、うん、まあ、そういう意味で言うとそこの成長の余地は非常にあるというふうに感じています。なるほど、戦略で言うと、はい、こういった婚活支援のところと、はい、カジュアルウェディングのところっていうドメインを決めて、はい、そのドメインを決めた上での、まあ、全方位戦略みたいな。そうですね、事業ドメインというかサービスコンセプトを非常に明確にして、うん、誰のためにどんなサービスを提供して、うん、どんな課題を解決するかっていうのを、当然ですけど一個一個の事業、うん、結構ここ深掘りして考えるので、うん、その一個一個の事業の、規模とか成長性みたいなものは、はい、確信を持ってやっておりますし、うん、婚活ウェディングって非常にシンプルで、結婚したいと思ってるけどなかなかできないっていうお客様に結婚するっていう機会を最大化すると、はい、当然ウェディングの方にシナジーがありますので、うんうん、今回の名所のグループ化っていうのはパートナーエージェントのグループにとって非常にこう、プラスのシナジーのあるようなアライアンスだというふうに思ってます、うんうんうん、ユーザーがまさに、はい、ニアリーというか、まあ、前後どちらかみたいな形ですよね。そうですね、今過去にサービススタートされてサービスをご利用されている人たちでも累計でどのぐらいいらっしゃるんですかね。パートナーエージェントの累計の成婚はもう1万組以上いらっしゃいますし、うんうん、スマホンと二次会でいうと同じく累計で1万組以上の方がいらっしゃるんでしょうかね、はい、それしているのでいうともっとトップクラスですよね。ウェディングと婚活をトータルで提供しているという意味でいうと、うん、まあ、僕らが唯一の事業者だったと思ってます、うんうんうん、先期のメンショングループの合算によって売上40億から一気に90億までジャンプアップ、うん、はい、そうですね、してるような形ですよね、はい、それだけお客様の数が増えていきますし、我々のこだわっているお客様に提供するサービスの質が落ちないように、うんうん、もっともっといいサービスをこうお客様に提供して会社が成長していくっていう、こうシナジーを作っていきたいなと思います。僕の地元の友達とか高校の友達で、はい、結婚しない子めっちゃいっぱいいるんですけど、はい、どうしたらいいですかね。今日です、割引券を持ってきてありますか。冗談です、はい、パートナーエージェントにお問い合わせいただければ。そうですよね、はい、今結婚する人の10人に1人は何かしらの婚活サービスを使っている。10人に1人、はい、
なんで婚活サービスが、世の中で結婚する機会を作るっていう意味での本当に不可欠なサービス産業になってきます。今日、3割渡ってお話いただいたんですけども、またぜひ、また1年後とか多分今日お話しいただいた内容が結構バージョンアップされてたりとか、いろいろその進化している部分もあると思うので、ぜひまたあの来年にもゲストでお越しいただければと思いますので、こちらこそ楽しみにしております。今日はありがとうございました。ありがとうございます。